10年後トヨタの夢が現実に、世界がトヨタ、日本をリスペクト、世界の反応。いちはじめに皆さん10年後の日本世界を体感するコーナーにようこそ。今回も圧巻の内容となりました。8分33秒部分に3まとめがありますので、期待しながらご視聴願います。今回はトヨタの描く夢に、やっと技術人が時代に追いつきを追い越そうとする大変革を体感しましょう。ここでトヨタの描く夢ゴールをはっきりさせときます。それはもっといい車をお客様に提供することです。そのためには常に自らを革新し続け、新しい技術を生み出し、時代の先頭に立ち続けなくてはなりませんと表明しています。このことを覚えておいていただき、内容に移ります。2内容、1トヨタ中心の環境適用車開発関連の概要、1全体構想。トヨタが車に関する開発ステージを検討した結果、まず第1段階にハイブリッド車開発 HV、 第2段階に電気自動車 EV、 ただし前半は電解液型のリチウムイオン電池車開発、現状主流タイプ。後半は全固体電解質のリチウムイオン電池車開発、最新情報追記。トヨタ事業計画で2026年から量産化決定。第3段階に水素エンジン自動車の構想、ガソリン車含めて全てのラインアップを複合的に開発販売する形態を描く適材適所戦略。2第1段階ハイブリッドの開発に関しては、世界のトップを走り、今でもトップを走っていると判断できます。第2段階に進む前に3つの重大な決定をした。 1EV 車の前半は電解液型のリチウムイオン電池車の製造で、後半は固体電解質のリチウムイオン電池車開発と製造。2EV 車の比率が高くなれば、エンジン機関部品関連は全て不要なため、部品点数が少なくなる。そのため今までの系列部品メーカーに事前連絡と将来対応の技術支援をしていた。トヨタは今までの系列協力会社に対して、ここまで対応支援しているのかと驚嘆する次第。3第3段階の水素エンジン車は究極の環境対応適用車だが、トヨタだけの技術力では完成までに時間がかかりすぎると判断し、トヨタは2015年水素エンジン車の特許を無償開放し、水素エンジン車の開発スピードを上げることを決定した。水素エンジン車が早期に開発されれば、トヨタの現在の系列協力会社が衰退撤退する前に再度車部品納入メーカーとして存続することとなる。特許公開により水素社会の前倒し到来と協力会社維持が可能となる成果を期待。3第2段階1電解液型リチウムイオン電池と全固体型リチウムイオン電池の比較。前提は全固体電池開発でまだ開発されていない、性能が良く量産化できる全固体型リチウムイオン電池の固体電解質の製造可能となること。この前提をクリアした場合の比較表を示すと、エネルギー密度、充電回数、充電速度とも全固体電池はダントツで他を引き離した性能であることがはっきりする。低温下での性能保持率は 90% 以上と、極寒地域でも十分使える性能。熱による劣化も非常に少なく、原材料の調達も問題ないので安定製造できる。唯一の欠点はコストが若干高いことであるが、充電回数が現状 EV よりも6倍以上持ち、充電時間が短い、低温でも OK、 高出力という性能ならば許容範囲であろう。まさに夢の全固体電池が開発され、2026年から量産化決定です。2前半の電解液型リチウムイオン電池式 EV 車開発。トヨタは HV 車では世界で先行していたが、 EV 車前半段階では結果的には意図的に後塵を拝していた。現状の電解液型リチウムイオン電池はまだまだ不安定で、もっといい車をお客様に提供が困難な状況だった。パナソニック以外の系列メーカーによる電解液型リチウム電池の開発もなかったので、系列外のキャットル、バイドから購入し、対応米国トヨタでは LG からの購入もつい最近決まっているワンポイントリリーフ的存在化。3後半の全固体電解質リチウムイオン電池式 EV 車開発。2023年10月になってやっと全固体電解質リチウムイオン電池の量産めどがついたので、正式プレス発表があった。
開発結果、今回2013年から出光との共同開発してきた硫化物系固体電解質で、ブレイクスルーにより柔らかくて密着性が高く割れにくい固体電解質の材料が開発できた。このブレイクスルーが今回の肝です。その結果、固体電解質タイプでも重放電時に膨張や収縮を繰り返す中で、正極負極と固体電解質の間に亀裂が入ると性能が劣化する課題をクリアできた。その結果、全固体電解質電池のメリットが最大限活用でき、 EV 車用電池に必要な位置充電時間が短いに航続距離が長い、参考出力という3拍子揃った電池であるのに長寿命という夢の EV 車用電池が手に入りました。ニトヨタの第2段階後半の固体電解質リチウムイオン電池 EV 車詳細。1、トヨタの固体電解質型リチウムイオン電池開発へのこだわり。トヨタは EV 車としてお客様に提供できるのは不安定な電解液型リチウムイオン電池ではダメだと認識していたので、あえて積極的には製造販売へシフトしていなかった。充電時間が長い、航続距離が短い、発火事故が発生する、電池劣化が激しい、低温性能が極端に悪い、使う場所の発電能力に余裕なければ充電できない地域が多い、様々な不便の割には価格が高い。結局トヨタの読み通り、北欧では車の数に対する充電ステーションが少なく充電待ちが多く、通常では使えない寒さ、暑さの時には発電能力が不足する地域が多く、好きな時に充電できない不便さがある。2、トヨタが固体電解質にこだわったために招いたトラブル。その他、トヨタが固体電解質リチウムイオン電池にこだわっている期間に、ヨーロッパ、米国、中国で行われた製作 EV 車はエンジン機関がないので部品点数が少なく、大きなプラモデルを作る感覚で容易に自動車産業に入れるメリットがある。 EV 車への購入補助金、 EV 車開発補助金制度により、トヨタ車の比率を下げる、あるいは極端には廃業させようというパワーゲームが各国の自国産業優先という名目で働いていた。実際、中国では以前のガソリン車メーカー時代は部品点数が多く、サプライチェーン確立するのが大変だったので会社設立も大変だったが、 EV 車製造では再生機関車ほどの会社が乱立したとのこと。中国では EV 車の供給方補助金削減により、現在 EV メーカーは青息吐息の状況で、ヨーロッパ等に輸出を目論んでいる。一方 EU 側は理由をつけて中国車の輸入を制限することで動いている。同時に中国の初期型 EV はすでに1000回以上充電していて、廃車状況で多数の車が野ざらし状態とのこと。ヨーロッパも自国産業優先目的で EV 化を進めたが、電解液型リチウムイオン電池のため充電待ち、寒冷地のため電池性能が 70% 以下になるため、ヒーターが使えず寒い思いで運転するという不便さ、発電能力の足りない地域では好きな時に充電できない不便さ等で消費者は後悔している模様。トヨタが全固体電池にこだわっていた冬の時代は幸いこのような状況だったので乗り切れることができた。3まとめ、トヨタはもっといい車をお客様に提供するにこだわり、 EV 車では全固体電池開発に邁進し、その戦いに勝利しました。2026年からの全固体電池 EV 販売開始により、トヨタの快進撃がますます進むでしょう。この調子でいけば10年後の2033年には水素エンジン自動車の実用化も夢ではないでしょう。トヨタの系列部品メーカーも2033年目どなら食いつなぎ水素エンジン車への大量な部品供給に再び参加できるでしょう。トヨタの提唱しているもっといい車をお客様に提供することです。そのためには常に自らを革新し続け、新しい技術を生み出し時代の先頭に立ち続けなくてはなりませんが、まず HV 車で世の中に貢献し、今回全固体電池 EV 車でまさに常に自らを革新し続け、新しい技術を生み出しを実践し、現在開発中の水素エンジン車開発で時代の先頭に立ち続けなくてはなりませんを実践しています。10年後トヨタの夢が現実に、世界がトヨタ日本をリスペクト、世界の反応、さすが日本の、いや世界のトヨタで締めくくります。4、最後に、当チャンネルはより良い日本の未来創造を願ってをテーマで発信しております。
日本の未来創造とはウィンウィンで進めますので、世界の未来も当然明るいです。取り上げるべき、取り上げてほしいテーマ、何か意見がありましたらコメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの人生がより豊かになることを願っています。では、また次回の動画でお会いしましょう。